Performing gaming for speed. Oh, I said, you motherfucker! You better a motherfucking learn something, dick sucker, and he said I have! They looked in the dictionary. ニュージーランド北部の火山地帯に浮かぶ小さな島、ホワイトアイランドです。最初の生命は一体どのようなものだったのか、そのヒントを探るための調査が始まっています。100度を超える蒸気にさらされた岩肌、その表面にこびりついているのは硫黄です。生命が誕生した頃の地球は、硫黄や硫化水素にあふれたこうした場所があちこちにあったと考えられています。噴き出す硫化水素の熱水です。90度を超えるこの熱水の中にも生命はいるのでしょうか。無数の小さな棒のようなものが動いています。バクテリアです。摂氏100度、猛毒の硫化水素の中で生きている生命です。このバクテリアが最初の生命に最も近いものだと言われています。今から38億年前、硫化水素で生き始めたバクテリアたちは様々な形に進化していきました。硬い殻のようなものを持つもの、柔らかい膜で体を包み込んだものもいました。これらのバクテリアたちが今の私たちの遠い祖先なのです。海と陸ができたことで温室効果は弱まり、厚く地球を覆っていた雲が割れ始めました。そして太陽の光が地表に直接注ぎ込むようになりました。地球に陸が生まれ、光が差し込む、こうした地球の変化が生命の新たな進化につながっていきます。西オーストラリアのピルバラ地方、ここは35億年前、海の底にありました。岩の中から当時の海に生きた新たな生命の姿が浮かび上がりました。大きさわずか100分の1ミリ、このシアノバクテリアと呼ばれる生物は太陽の光で生きる生命だったのです。シアノバクテリアの表面を拡大すると、一列に並んだ分子の列が見えます。これは太陽の光を受け取る、いわばアンテナの役割を果たしています。シアノバクテリアは太陽の光をエネルギーにして光合成を行うという画期的なシステムを開発したのです。シアノバクテリアの登場がかつての硫化水素に満ちた海を酸素にあふれた海へと変えていきました。酸素は硫化水素で生きるバクテリアにとっては猛毒でした。柔らかい膜を持ったバクテリアは酸素からできるだけ離れて暮らす安全策を取りました。
方、殻を持ったバクテリアは環境の変化に果敢に挑戦する、いわば開拓者です。あふれる酸素の中に飛び込んでいきました。酸素の中に果敢に飛び込んでいったものの中から、試行錯誤の末に見事酸素に適応できるように進化したものが登場しました。酸素がもたらした膨大なエネルギーが獰猛な肉食のバクテリアを生み出したのです。硫化水素の環境に残った柔らかい膜を持つバクテリアたち、彼らも獲物になっていたに違いありません。酸素で生き始めたものとの激しい生存競争が始まったのです。そしてある時、攻撃から身を守るためでしょうか、周りの仲間と結びつき、その体を大きくし始めたのです。遺伝子を中央に集め、さらにそれを新たな膜に包み込みました。核の誕生です。今から20億年前のある日、攻撃していたはずのバクテリアが核を持つものに飲み込まれていったのです。この2つのバクテリアの合体こそ、私たちを作る細胞の始まりだと言われています。そして地球上の3000万種とも言われる動物や植物も、私たちと同じ仕組みの細胞で成り立っています。細胞の中に入ってみると、中央にあるのは核です。すべての遺伝子情報が収められた巨大なデータバンクです。その周りを動き回っているのがミトコンドリア。酸素を使って細胞の中のすべてのエネルギーを作り出すエネルギー生産工場です。実はこの核とミトコンドリアは、今から20億年前、太古の海を生きたあの2つのバクテリアの子孫なのです。That doesn't make sense.
and he said, fuck, fuck, fuck.